ありがとうございます。今日はですね、ディスクアップです。スロットですね、スロット。ちょっと前に、現役設定士さんっていうね、パチロ関連の YouTuber の方と対談動画撮らせていただいて、それでまあなんかお話したんですよね。麻雀っていうジャンルだけに絞ってると、やっぱりどうしても限界値があるから、ちょっとやっぱスロットとか競馬競艇とか、なんかギャンブル全般の方に行ったらいいんじゃないみたいな、まあ、そんな話をしたんですよ。でまあ今回その第1弾ということで、まあ僕ね、スロット持ってそれだけで飯食ってた時期もあるんで、本日ですね、9月15日、新宿のね、ベガスキウイベビーとなっております。そこでちょっとディスカップ打って、まあ多分ね、その、ホールで撮影する自体が初めてなんで、まあ実際やったらやったで、知らなかったこととかもたくさん出てくるだろうと。ということで今回パチスロの実践動画でやりますね。確かね、ベガス撮影良かった気するんですよね。で、ダメだったらちょっと移動します。ということで本日は新宿トンダン口ベガスベガスで。はい、で、ベガスの起きたんですが、さすがにちょっとマルハン一周しますか。はい、今なんか見てきたんですけど、めっちゃ可動いいっすね。多分ベガスの対抗で言ってるんだと思いますけど、結構知り合いのプロの人とかもいたんで、波動ある割にそんなにびっくりする球でやってはなかったんですね。で、ちょっと知り合いの方に聞いたら、ベガスなんか撮影ダメになっちゃったって話で、とりあえずちょっとお店だけ中見て、アラジンに移動することになるかと思いますね。じゃあちょっと行ってきます。はい、今見てきました。波動いいっすね、相変わらず。店側がマイナスになる影響してるのは多分間違いないと思うんですけど、どこに入ってるか分かんなくて、僕基本エナセンなんで、設定もなんかよっぽど自信あるお店で、朝いい番号を引いて座るっていう立ち回りだったんで、ベガスに今入ってるの分かるけど、適当に座った判別っていうのはしないですよ、僕。単純に見えないものを打つと怖いんですよね。で、こういうイベント日っていうのは結構上手い人も多いんで、まあ、なんかもうこの時間だともうピストリーゲームの消耗戦みたいになってますね。まあ遊ぶならいいんでしょうけどね。僕の場合それで生活しなきゃいけなかったんで、あと勝ったり負けたりっていうのはできなかったんでね。はい、ということでね、まあアラジンは結構有名なんじゃないかな、多分撮影できるホールとして。今日はちょっとこちらで実践したいと思います。はい、来ました。こちらですね、新宿アラジン。まあプロでやってた頃は、まあ、基本的に可能やすぎてあんまり使ってなかったんですね。で、そんなにメインホールじゃなかったんですが、まあ実際撮影で結構見れるかどうかちょっと確認して。で、ちょっとね、お店の中で声が通るかわかんないんであらかじめ言っておきますけど、僕ピッチャーそんな上手くないです。7割ぐらいかな。まあ、下手の部類ですね。その辺はね、ちょっとご了承いただいて、はい、それでは店内実践していきます。本当に撮影したいんですけど、ATM とかで、なんか金奪われる感じはい、で、今撮影許可いただいてきたんですが、ただいろいろとやっぱり条件があるみたいですね。やっぱりホールも会社なんで、まあ、単純にその動画で悪評をばらまいたりとか、なんかもう根も葉もないことを言うとっていうのはやっぱ残るもんなんで、例えばですよ、その動画内で例えば誰かバグを起こしてしまって、あそこは遠隔をしてるとか、もうネモハムが話されることあるわけじゃないですか。そういう動画が広まった時に収集もつかないし、この店がいい悪いとかって、そういうのもなんかあんまり なんだろう、そういう時代ですからね。とりあえず撮影の許可いただきました。で、一応動画はですね、もし届いてるとすれば、ちゃんとホール様から確認許可を得て流してることになりますんで、まあという感じですね。じゃあ早速実践の方行ってみましょう。
っぱ演出がすごすぎて。はい、最近なんかセットに1時間出るのが好きなんですよ。なんか最近のね、なんか赤の紫だとね、なんかやっぱりもちゃもちゃして馬鹿にしてるように思えちゃうんですよね。あ、それと結局じゃあ明るかり手が変わったかって言ったら変わんないんで、こんな待機もするんですけど、今なんかね、なんかはい、ちょっとちょっと、お、1ゲーム連、いやもうこれ1ゲーム連はもしかしたらもしこれ負けとか言ってじゃないですか、すると俺のビタミン素のせいでラスさえもらえないっていう、なんかあのマージョンで半中ハイクオリティをミスって上がり飛ばしてした時の気持ちすごい似てるんですよ。やめろマジで、まあ、当たったら当たったら嬉しいんだけど、まあ、ここで当てるとなんだろう、ショックというか、まあとりあえずマッチコインできたんだね、まあ、次の当たり頑張りましょう。さっきの当たり方があるじゃないですか、僕やっぱりエースバランスって機械割り 1%、2%が 5% ひっくり返すくらい重要な要素だと思ってて、今のメーカーの台、まあ、過剰な OB っていうのは、まあ、そのしょうがないでしょうけど、それでもやっぱり、ね、例えば新コキアとかもすごいエースバランスになったし、エースカップだって確かに割りが甘いのもありますけど、まあ、現実すごいよくできてるんで、それを2つ相まってここまで爆発的なね、特集になったので。もう少し研究というか、おお、ほらこれですよ、これね、いやもうしびれるでしょ、ね、ああ、間違えた。だからやっぱり今のメーカー、俺がスロットで求めるもの、マージャンに取り付かれ続ける理由もね、やっぱこういうところにあるような気がするんですよ、僕は。残念ながらマイナス2万円ということでね、でちょっと会議がね、会員カードを早く押したんですけれども、ちょ玉が4000枚ぐらいあります。結構下ろしたような気してたんですけどね、なんか嬉しいような、いや今日500枚使えたのか。まあね、ディスカップめちゃね、負けるときボコボコに負けるんで、ただねやっぱ店側からするとめっちゃ甘いです、この台は。まあ初実戦でこんな感じだったんですけれども、ちょっとね音の聞こえ方とか撮影の感じとか、とりあえず編集してみて、この上げる動画もう一度アラジンさんに確認してもらって、やっぱりお店のね良くないっていうか、なんかあることないこと、ね、あの言われたり書かれたりすると困るの分かるんで、十分に確認してもらった上で動画投稿したいと思いますんで。そう、あの撮影許可がね降りるホールはこの辺でアラジンぐらいしかないんですよね、ベガス辞めちゃってっていう感じなんで。まあ次回からはエイリアンに
会うためにディスカッコをしまくる企画みたいになるのかな。そんな感じで動画を作ろうかなと思っていますんで、まあ、僕のチャンネルのマージャンのシュートは少しずれるんで、まあ、どれくらい再生つくか理由あるかわかんないんですけれども、まあ、とりあえずやってみてって感じですね。はい、ということで今回パチスロ実践第1弾の動画でした。まあ、面白かったっていう方いましたら高評価ボタンを押していただけると嬉しいので、はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。